3つ目こちらになります。じゃん、もうちょっと愛好家が増えてほしい、はい、はい、ということで今あったようにですね、うん、ちょっと小さいところもね、うん、僕回るの好きなんだよって、うん、で、はい、こう見えておいら緊張しいだとそうですね、緊張、そうですね、またまた、いやいや、いっぱい舞台もやりました、やりましたけどね、 CD も出した、そうそうそう、いろんなユニットも組んでラジオもやってる、はい、そうですね、はい、いや なんかねやっぱり緊張する癖は取れなくてですね、まあ、今でもまあね、ちょくちょく緊張するんですけどももうなんか帰りたくなっちゃうぐらい緊張する、うん、そういう時もライブもありますか、ありますね、やっぱりね、そういうシチュエーション、まあ、若いね、子だったら頑張れとかね、言ってもらえるでしょうけど、みんながこう頑張れムードになるけれども、うん、ちょっとねそうもいらできないのでまあ平気なふりしてやってますけど、ああそうだね、うん、やっぱり少しもうちょっとね、うん、別に僕ハンマーダルシマ好きでやってて、うん、まあ、一番いいのは、はい、部屋でこうなんかね、自分の好きな曲だけ、うん、こう弾いてるだけで誰かがこうなんかお金くれれば一番いいんですけど、そうはいかないのでライブ活動したり人前に出て行って、はい、お金に変えていかなきゃならないわけですけど、はい、でももう本当にどこへ行ってもダルシマって初めて見る、うん、見たことは知りませんって、どこの楽器ですかっていうところから説明しなきゃならないので、はい、もうちょっと各地にね、そのダルシマ知ってるよとか、うんうん、ああダルシマ好きなんだとか、あ、はい、そういう人が広めるためにやってるわけじゃないんですが、そういう人がいてくれたら、うん、僕ももっと活動しやすくなるし、うん、緊張しないですねというか、まあそうですね、うん、演奏する人が増えたらとかっていうのもそうですけど、うん、聞く人、うん、そうそう、聞く人、知ってる人、そうです、知ってる人、うん、例えばどっかにチラシが貼ってあってですよ、ハンマーダルシマの、そのライブありますって言っても、知らなかったらね、うんうん、そうなんです、知ってればあら、ここでそんなのやるんですかって、そう、この違いは大きいですね、大きいです、大きいです、うん、なるほど、そうなんですよ、なのでみんなに知っていただくためにですね、うん、本当に一台ひょいと背負って、うん、これもまた魅力かもしれませんね、はい、もうどこでも行きますので、うん、ぜひ、はい、まあ、交通費ともうちょっと、はい、顎足といただけばご飯とちょこっと、はいはい、あと宴会付きでもうどこでも行きますので呼んでいただきたいと思います、1台持ってって、うん、でそんな大きなホールとかじゃなくてね、うんうん、カフェとか、うん、そしてレストランとか、はいはい、そういう規模で の演奏会なんかだとお客さんと近くていいかもしれない、ね、うん、そうですね、いろいろお話もできるし、うん、実際に触ってもらって体験してもらったりもできる、そんなこともさせてもらえる、あ、もういつもだいたい小さいライブの時は、触ってみたい方はどうぞって言って、やってもらってるんですよ、うん、あれは癖になるかもね、うん、そうです、ちょっと叩くとあんな綺麗な音色が出るんだったら、そうなんです、叩く自体はテクニックいる、でもあれ譜面ないと何にも抑えるとこも何もなかったですよね、わ、うん、かるもんですか、わかるもんですよ、はいはい、本当に、ね、音色が綺麗で、うんうん、はいはい、ね、とっつきやすいが難しい、難しいこれ簡単にメロディー結構弾けるんですよ、あ、そう、はい、メロディーだけは、はい、だからバイオリンなんか弾けないじゃないですか、いきなり最初の音を出すまでが大変、ね、うん、そういう楽器じゃなくて、まあ、はい、ちょっと簡単に今日メロディーも弾ける、うん、でそれで終わりじゃなくて、うん、その後がずっと深いんですよね、うん、そこからまだまだなんかそれで終わってもいいんですけど、もっとやりたくなればもっと深くいろんな表現ができる楽器なので、うん、はい、うん、まあ、だからこそそういう魅力があるからこそこんなに長く ね、 そうですね、ずっとこの演奏をね、うん、楽しんでらっしゃるというね、小松崎さんですけれども、はい、ぜひそんなわけでライブなんかがありましたらお気軽にお運びいただいて、はい、ぜひ生でですねこの美しい音色を楽しんでいただけたらというふうに思います、よろしくお願いします、はい、今日のゲストはハンマーダルシマ奏者の小松崎健二さんでした、ありがとうございました、ありがとうございました、さよなら、さよなら。